皆さん、こんにちは。管理業務主任者、直前講座のガイダンス始めていきます。担当は、管理業務主任者。超短合格ロードパック講座。横浜校担当の。レック専任講師、亀田です。よろしくお願いします。はい。まあ、おそらく、まあ、この映像をね、ご覧になっている方は、まあ、今年宅建を受けて。ええー、合格ま。 ているっていう方とか、あるいはまあ去年ねすでに達験受かって、そしてまあ今官業を目指そうかなということ、あるいは去年も一応官業をね受けたんだけれどももうちょっと足らなくてっていう方で、えー、まあ目指しているね、まあいずれにせよですね試験日まではおそらくあと一ヶ月かね、えー、もうちょっとしかないところだと思います。でその一ヶ月がしかないところでですね、えー、まあこういったね講座の案内とか見るっていうことは。 失礼かもしれませんが少しね勉強が、まあ、思い通りには進んでないまあ,あそれはそうでしょうねまあ達研やってやっと終わったところだというところもありますしねまあそういう形でまあなんとか短期でそしてもう願書は出してるのでね後には引けない状況ですからねまあどうにか、まあえー、12月入ってのね、まあ、すぐの管理業務主任者ねなんとか受かりたいということで、まあ、ご覧になっているんだと思いますがそうですね えやっぱり今勉強癖ががある時取得が絶対いいですよ、ね、いろいろ諸事情あると思うんですがねあのやはり関連資格なので宅建、えー、それからまあ管理業務主任者ね、まあ、強いて言えば賃貸不動産経営管理士などもそうなんですが不動産に関わるまあ資格の中で結構関連資格ですのでまあうちはあの物件の仲介しかやってないとかね売買、えー、しかやってない、まあ、管理は直接的に やってないとは言うものでです、ね、まあ関連会社の方でどうしても管理やってるとかねそれからまあ今後はまあマンション販売するにつれね管理の方もやっていこうということは、まあ、これどうなるか分かりませんしね、えー、それからあのまあ直接的なところじゃないんですけれども。 マンションの仲介とかやってるとどうしても規約の問題とか出てきて、えー、管理組合の、ね、理事長さんたちと、ね、接触する中で,です、ね、どうしてもマンションの知識が欲しいというところもあるでしょう、まあ、さまざま諸事情あるしそれからそうですね最近は意外と多いのがこれはもちろんですね、えー、不動産業でも、うんまあ、管理も中心にやっていっているところでですね、まあ、給料の、ね、査定なんかでも響いてくる。 まあ、いずれにせよ取らなきゃいけないという状況ですよね。えーまあ、ぜひぜひ、まああのー、せっかく願書出して受けるんだから、まあ、1回でね、えー、受かっておくっていうのはね絶対ベストですよね,ね頑張ってほしいところです。とですねやっぱりもう一つ、まあ、何らかの形で今まで勉強を進めて特に卓研今年受けてでなんとか手応えがあってそうですね、えー、まあまあ 受かってるんじゃないかなっていうぐらいの実力を持ってる方なんかいやちょっと足りなくてもいいんです結構今年頑張って宅検勉強したんですっていう方は一緒にですねそのまず知識が活かせるということですね、えー、この管理業務主任者の試験はまあ、宅検と同じように50問で4択です形式が一緒ですねそれからやはり不動産の資格なので結構被ってる科目が多いんですね、えー、民法だけで言っても8問から9問ね えそれから関連法でいう借地借家法とかそれからまあ宅建業法なども合わせてですねそうですね10ちょっと10問ちょっととぐらいはもう丸々宅でで勉強したところなんですねえそれからあのまあ宅建だとあんまり区分所有法をねえ力入れてやってないところなんですがその区分所有はまあベースはあるからまあとっつきやすいということとまあもっと言うとあのカニ業ム主任者の試験の中ではマンション管理適正化法 あのマンション管理業者を規制する法律これも出てきます。で中身は違うものの 規制する目線がほぼほぼぼ業法と一緒なんです、ね、まあそれを考えるとですね、えー、まあ卓研のベースがあれば半分ぐらいはねあのそこをベースにして得点しやすいところなのでね是非そういう知識を生かしてほしいんですね。えー、まあ勉強経験だけじゃなくてその知識もね生かしながらまあ今年せっかくでしたらね、えー、一緒になってえー管理業務主任者も受かってほしいというところですね。でそのの勉強の流れで言うとやはり 先ほど言ったように50問4択同じ目線なのでお,およそ引っ掛けのパターンなんかも似てるんですね。そういうのを生かして、えー、まあ一緒に管理業務主任者を合格しようという、うん、まあ狙いですね。えー、それでやっていただければと思うんですがね。で何よりもです僕はあの卓建の勉強経験とかそれから知識が活かせるというよりも苦労しましたね卓建ね。えー、1年間結構根詰めて勉強したと思います。で もう来年はあの、まあ、違う意味でいろんな、ね、あの経験を生かして、まあ、それは一生勉強ですけれども試験だけの勉強ってあんまりねまた今年と同じような辛いことはしたくないですよね。ですので今年じゃだったらもう一月ね、えー、試験卓球の試験終わってもう一月ですが、まあ、勢いに乗ってね、えー、まあ来年もう試験受かるための勉強というのはもうしたくない、まあ、今年で終わりにしたいということで管理業務主任者もまあ残り 月でね、頑張ってやってていいこううとと思思っていただければと思うんですね。そこでですねまあまあいろいろ勉強方法はあるものの、まあ、簡単に言ってしまえば最近の管理業務主任者の試験に関してはそれこそ、まあ、できて20年なんですけどね創世紀の頃は果たしてどっから出てくるのかっていうのがわからない読めないところがあったんですが、まあ、20年近く回数を重ねてくるとおおよそ過去問なんですね。ですので、すの あ,のまあ、ある程度勉強経験があればですねその過去問、えー、を、まあ、どういう形にせよね過去問を繰り返しであればね絶対受かるところなんですが、まあ、何せ一月とちょっとぐらいしか出かがないっていうところなんかで少し、えー、レックの方でねお手伝いできるんじゃないかっていうことで毎年用意しているのがちょっとこちらパンフレットになりますがね、えー「管理業務主任者超単合格ロードパック」。 というものですねで私が担当している横浜校なんですが、えー、日程的にはですね宅検の試験が終わって翌週ちょっときついんですけどね、えー、毎週2回ずつ、えー、平日ですね、えー、で進めていただいて2.5時間のコマを10回このインプット で何とか管理業務主任者のまあんまりですね、えー、今勉強癖がある中でですねタラタラやるよりも一気に詰め込んだ方が早いということともう一つはまあ所詮このインプットの講座を、えー、ご自身で過去問をやるためな必要な講座なのでねまあ言葉があれですけどギュッとね、えー、聞いてさっとまあやってしまうあとはもう。 この知識を生かして、過去問演習。まあ、その絵をするための講座です。はい、えー、まあ、週二回、ちょっときついところなんですけどね。探検試験が終わって、ちょっときついところですけれども。まあ、一気に勉強してしまおうというところです。で、ですね、やっぱり、うまく生かしてほしいのは。 ななかなかですね、管理業務主義者、まあ、専門的なところが多いんですね、えー。確かにベースとしては半分ぐらいは宅建のベースでいけるもののやはり特有の、えー、よく聞くのが会計ですね、まあ、会計特に簿記仕分けも2問3問出てくるところですしそれから、えー、訴訟手続きなんかも意外なところで出てくるんですね。から何といっても建築設備ですね。 えー、マンション特有の設備なんですがなかなか取っつきにくいんですね。でこの科目はですねこういう傾向があってやれば本当に大したことないんですよ。ところがまあもうちょっと落ちる方っていうのはそういった科目をやっぱり取っつきにくくて何派手なっていうことでまあすっ飛ばしている方が多いんですね。でそういうのなんかはやっぱりこういう講座聞いた方がやっぱり早いんですね、えー。あの初めてやるものっていうのはまあご自身で読むこれもありはありなものの やっぱり講座聞いてっていうのは絶対的に早し効率がいいので、まあ、そういうのにも是非是非ですねですのでカリクラムもですねあの問題、まあ、出題の比率というよりも一応法律科目をベースとして持ってるということを前提にしてやはり重きはね、まあ、この試験特有の区分所有法とかね標準管理規約というところを置きつつ、まあ、法令系もあ,あ 本当だったら半分ぐらいはねその他の法令兼、えー、まあ咲きたいところなんですがまあ、やってるっていうことを前提にして会計や設備系なんかにもねかなり多くね、えー、まあ、時間を割こうということでカリクラムも やっぱりベースとしてね、まあ、宅研や、まあ、その他関連資格を持っている方を前提としては組んでおりますので非常に効率よくそして、えー、効果的に学習できるカリキュラムとなっておりますのでねぜひぜひこういうのを使っていただいて今年もうせっかくね、えー、願書出したし、えー、それから今さすがに宅研で疲れているところですけれどもこの時ねあ約1か月ちょっとで受からなきゃいけないという状況ですので、まあ、ぜひ うう、まあ、うままく、ね、こういいうい使っていただければと思います少しだけ概要なんですが、まあ、関東ではですね渋谷と横浜であ失礼しました池袋と横浜でですね生講座を用意しております。で、えー、それと別途ね通信もありますし、えーっとそうですね、通学で通っていただけると、まあ、それに合わせてねあの通信もフォローとしてねついてくることとなりますのでねその辺やはり、えー、っと普段からもねウェブ講座なんかで聞きたいということは合わせて利用できますし なんと言ってもあんまりお金のことはあれなんですけどね、えー、かつて宅建とか官業とか満館とかね、えー、賃貸不動産経営管理、えー、受験者に関しては、えー、と割引価格もありますのでもちろん今年あの宅建受かってるじゃなくて今年でもね受かっあの勉強して受験、えーそ,のえー、それさえ証明できればで今年じゃなくてもいいです、まあ、かなりお安くなりますしねもしあのインターネットの でですね、こちらのパンフレットそれから、えー、とレックのね括弧、えー、で聞いてくださっている方は、えー、受付の方に、えー、このね、あのー「環境ロードパック」のパンフレットオンペラ1枚ですけれどもねこちらで見ていただければねお得感が分かると思います。そして本当に無駄なくやっておりますがやっぱり生の講座も進めていきますのでねぜひ,ぜひあのー、やっぱり直接聞いてっていうところがやっぱり早いところもありますしね、まあ、そういう意味でまああのー 申し訳ありません遠いところの方はね、えー、なかなか通いにくいところですがまあ、横浜とかね池袋とか、えー、通えるような方はねぜひ、まあ、通学も予定していただいてそして申し込んでいただければなとは思っておりますはい。なかなかねあのー、本当に死の思いで勉強して宅建やっ とこさ合ラインけた、まあ、その気持ちは分かりますがね意外と勉強癖がついてる時っていうのはその癖がいがい EU に転んで転んでですねそれからやはりあのー、同じ4択ですからどの辺中心に引っ掛けてくるかっていうのは結構見えるところがありますので是非今のね勉強経験そして知識を生かして今年一気に管理業の新者も受かって来年はねちょっと高いところからまあ、えー 高いところかっていうよりもね、えー、少し離れたところからね、あのし、えー、まあ生かした勉強で生かしたね、えー、ところをまあ仕事に生かして、そして、えー、ご自身のね、えー、と生活に役立てていただければと思っておりますので、ぜひぜひ今年ね管理業務主任者の試験も頑張って合格いたしましょうです。はい、えー、それでは、えー、ほんの少しでしたがね、えー、今年レックが用意しているね官業講座のまあご案内でした。 お疲れ様でした。